昭和42年小説ジュニア12月号よりコーヒーと紅茶。今度の芥川賞の小説読んだ？もちろんよ、朝子。私はすごく退屈したわ。やっこちゃんは？でもさ、純文学でしょ？そんなにゲラゲラ笑えるのってないわよ。私はね、主人公の学生が恋人と喧嘩するところをもっとこってり書いてもらいたかったな。佐伯朝子と村井康子はクラブ活動も終わり、初冬の暮れかかった時間に学校の近くの学生食堂へ入っていった。佐伯朝子は高校2年の成績ランキングは大抵5番を堅持していて、生徒会の次期会長にと期待されてもいた。かといって決してガリ勉ではない。ガリ勉では生徒会長にはなれないのである。成績注意の安子が羨ましがって、暗記の仕方のコツを教えてよと頼むと、彼女はすかさず、教科書の上に参考書、その上に私の名前を書いた紙を載せ、それを枕にして眠るといいわと、丸いぽっちゃりとした顔でツンと済ましてみせるというお茶目なところも十分備えている。二人は共に読書が趣味で、それも少し混ぜた本の読み方をするところが共通していて仲良しであった。朝子はいくら安子から大学を出たら代議士の秘書かスチュワーデスになりなさいよと言われても、とっくの昔から進むべき道を決めていた。だって私は小説家を志しているし、末は文豪よ。昼に起きて深夜までコーヒーを飲みながら原稿用紙に向かう、時間に束縛されない作家の生活をとっても高級な職業だと心得てひたすら憧れていた。その日も安子が、小説家になるのだったらいろいろな経験が必要ですってよと言っている時に、ウェイトレスがコーヒーを2つ運んできた。あら、私は紅茶よ。失礼しちゃうわ。ウェイトレスは渋い顔をして置きかけたコーヒーをじっと見つめた。私コーヒーはダメなのよ、悪いけど。安子はそういう朝子の表情を見て、ああダメだと思った。彼女は朝子が時々憎らしくなるくらい強情なことを知っていたからだ。しかし小説家になるくらいだからこうでなくてはいけないのだと、その強情さをかえって尊敬していた。すみません、あの、私は確かに紅茶を注文したわねえ、やっこ。そうだったかしら。あら、いやよやっこ、私はここでコーヒー飲んだことないのよ。その時すぐ後ろのテーブルから、それを僕にくれよ、変えてやるよと声がかかった。僕たちも紅茶を注文したからさ。ウェイトレスがほっと微笑して声をかけた男の子のテーブルにコーヒーを移した。朝子がじっと見つめたので、声をかけた西村のりおはまるで叱られているような気になり、視線を避けてくるりと後ろ向きになった。朝子はのりおを、クラスは違うが時々電車で見かける同じ高2の男の子だとは知っていたが、ただの一度も視線を交わした覚えもなければ名前もろくに知らなかった。ということは劣等生に違いないのだ。のりおの方は先ほどから聞いていると、文学賞とかなんとか賞を取ったとか、クラスメートと喋っている朝子の横顔にただ不思議な思いを抱き続けていた。そして成績の良い子のくせに勉強とは全く関係のないことをこんなに堂々と話しているからには、この佐伯朝子は天才かもしれないと思い始めていた。そして紅茶をチェンジしてあげると言ってしまったのは、あまりにも朝子が自信を持って文句を言うのになんとなく威圧されたからに他ならなかった。そして朝子の方から来たコーヒーを一口すするとちらっと朝子を見た。朝子はまだノリオを見ていた。ノリオはその愛くるしいがキラリと光っている目を見て、いよいよこの佐伯朝子さんは天才に違いないと思い込んだ。朝子は彼の差し出がましいのを非難したり、ウェイトレスへの思いやりに感心したからでもなく、本当にまだノリオに見とれていたのである。
どうして今までこの男の子に気がつかなかったのだろう。爪襟の学生服の下に毛糸のセーターを着ているが、オーバーを着ている男の子よりずっと若々しい感じだし、長い髪が流行しているのに短く刈っているのは反抗心がある証拠だし、ぽってりした眠たそうなまぶたの下にはちょっと見は良くないけれど感慨深そうな目がある。これはことによると劣等性どころか、勉強はできなくとも素晴らしい男の子かもしれない。朝子がポツンと、どうもありがとうと、のりおがもう一度こちらを向くのを期待していった。のりおは母とちょっと朝子の方を振り返ると、カップを置いて頭を忙しそうにガリガリと書いた。朝子は照れくさそうにしているのりおの様子に思わずわーと叫びたいような好感を抱いた。ありったけの微笑を束にしてリボンで飾りたいような気持ちで微笑んだ朝子に、のりおは、何を飲んでも一緒だもんな、と実にすげない答えを返してきた。朝子と安子は顔を見合わせた。安子は彼女の顔に立腹を読み取った。案の定朝子は、味覚には敏感な方がいいわね、とのりおの方を向かずに言った。のりおもその言葉に一緒にいた渡辺明と顔を見合わせたが、すかさず、魅力には敏感だよ、バカにするな、と勢いよく答えた。朝子と安子がそのとんでもない答えに遠慮なくケタケタと笑い声を上げ、ふと彼らを見ると、のりおたちは戸惑った目に恥ずかしさを浮かべ、そろってしゅんと首をうなだれてしまっていた。朝子はすぐ笑うのをやめた。何かのりおにとても悪いことをしてしまったようで気がとがめた。まずいまずい紅茶を飲みながら、朝子はのりおが席を立たないうちに真面目な言葉を一つでもかけたかった。黙ってコーヒーを飲んでいた男の子二人がそれぞれお金を出してテーブルに置いている。朝子はイライラと言葉を探した。のりおと渡辺はツンと立ってカバンを肩に担ぐようにして振り返りもしないで出て行ってしまった。ああおかしかったわ、西村君たちよほど恥ずかしかったんだわ、と安子は思い出してまた笑っている。朝子は彼が西村のりおという名前で委員などなったこともなく、大学受験もどうせ裏口だろうということなどを安子から聞き出した。朝子には信じられなかった。彼の晴れぼったい目は実に思考力の深遠さを物語っているし、すらりと伸びた背丈は活力にあふれている。さらにあの優しくはにかんだ態度は上層の豊かなことを証明するのに他ならない。朝子は高校時代さして成績の良くなかった兄の勇気を思った。彼は今では父と同じ司法の道を進んでいる若き有能な弁護士である。彼が実力を発揮し始めたのは大学に入ってからで、難関の司法官試験も意外にやすやすとパスしたのだ。西村君はおそらく兄貴方なんだわ。つまり大器晩成なのよ。そうよ、絶対にそうに違いないわ。まだあのダイヤモンドは磨かれていないんだわ。そんな思いが胸をかすめた朝子は、3年になったら急に頭を出してくるかもよ、あの彼、と安子に言いかけて、すぐ名前が言えずあの彼と言った時に喉に熱いものが通ったような気がした。問題ないあんな子でもさ、勉強は下でもせめて文才があるとかね。朝子のそんな気持ちに一向に気がつかない安子はそんなことを言っている。朝子はのりおから手紙をもらったら、その文才に腰を抜かしてしまうような気がしてきた。そう思うと、先ほどから芥川賞の受賞作品のことをちょっと読んだだけで晴れがましく安子と話し合ったことを彼にすっかり聞かれただろうと恥ずかしくなった。その日はクラスメートの木島花子の誕生日で、花子のクラブ活動が終わるのを待って二人は花子の家に招待されることになっていた。
待った？ごめんね。花子は食堂に駆け込んでくるなり二人をせかした。花子はデパートの紙袋から四角い包みを取り出して二人の前でブラブラと意味ありげに振ってみせる。安子がちょっと頬を膨らませていった。言わずと知れたあいつからのプレゼントでしょ。せいぜいハンカチだわ。朝子はどう思う？朝子はベンチに腰掛けて、もしや西村くんの姿が再びどこかに見えないものかとキョロついていたので思わず、林田先生からのプレゼントかもね、と口にしてはいけない人の名前を軽々と言ってしまった。安子が肘でついたので朝子ははっとして慌てた。果たして花子はツンとして言った。あれはもうおしまい。ジエンドよ。花子が国語の若い教師林田先生に面々たるラブレターを書いたり、ハイネの詩集からそっくり頂戴した愛の詩を捧げた末に、受け持ちの田尻先生から林田先生にはフィアンセがいることを忠告されたいきさつを朝子はよく知っていた。特に朝子は花子の友達として田尻先生から相談を受けたくらいである。朝子の心配をよそに花子はシャーシャーと言う。時代は刻々と変わっているわよ。屍を踏み越え。朝子は後を陽気に引き継いだ。恋愛戦士木島花子は一路西部を目指してたった方。その包みは今花子の第一ボーイフレンドになっている横田実からで、ドライフラワーのアクセサリーであった。家へ着いてからも花子がそれを何度も胸につけたりピアノの上に飾ったりするので、安子は少しやっかんで、私平井くんからハンカチセットもらったから彼のお誕生日には何を贈ろうかな、とつぶやいた。朝子はクリスマスや誕生日が来てもそういう楽しみは一切経験したことがなかった。そしてそれをかえって彼女はプライドにしていた。花子や安子やほとんどのクラスメートがそれぞれ第一ボーイフレンドを決めてなけなしのお小遣いをはたいたり、本を貸したり借りたりするのがどう見ても子供っぽくて仲間入りする気になれなかった。朝子はクラスメートや上級生の誰を眺めてもお眼鏡にかなう男の子が今まで見当たらなかったのである。こんな埃臭い、爪がいつも真っ黒で、読むと言ったら参考書か漫画、そのくせ私より成績が落ちるやつら、ああ私は嫌だ。ところが今日は別である。朝子はカバンを担ぐようにして出て行った西村のりおの後ろ姿や照れてガリガリ頭をかく様が一時も脳裏から離れない。朝子も早くファーストボーイを決めなさいよ。今の生徒会長はフリーですってよ。一体朝子の理想の男性はどんな人？三人のコーヒーを飲んだりケーキを食べたりする口と声を出す口が忙しく交錯し始めた。私の理想？まず頭脳ね。父のような人がいいわ。父は学生時代、数学者になろうと思ったくらい理数系に強かったって。私男の子で理数系に弱いやつって嫌いよ。あら、お兄さんは朝子。結城兄さんは数学に弱いって言ってたじゃない。そう。でも彼もやはり理想の一人だわ。彼の話のうまさって天下一品よ。それがなぜかっていうと、結城兄さんはすごく博識よ。兄さんと話をしていると、宇宙のことからベトナム戦争、竹取物語からサルトルまでじゃんじゃん出てくるわ。安子がキョトンとした顔をし、花子が少しため息をついた。だからさ、ある程度のレベルじゃなくちゃ兄さんとは話し合えないのよ。とにかく話の豊かな男性って楽しいわ。そう言ってから、朝子はちらっとノリオのことを考えたので、話が豊かでうまいっていうのは高校の成績とは関係ないみたいだけど、と慌てて付け足したら安子と目が合った。その上かっこよくなくちゃでしょ朝子。朝子は安子の視線の前でゆっくりとうなずいた。もちろん言わずもがなよ。第一は目ね。深みがあって常に考えているの。それから口から顎にかけての線がこう。と朝子がいかにも彫りの深そうな顔を手で説明し始めると、
人がニヤニヤして。わかった。すっかり忘れてた。アンソニー・パーキンスだ。と声を揃えて言った。彼女にファーストボーイがいないのは、一つにはパーキンスのあまりに見事な写真を何枚も持っていたからかもしれない。彼の訴えるような目、きっと君が好きだという時にどもりそうな唇、まるで持て余しているような長い足。彼女のパーキンスファンとしての強烈さには、花子も安子も驚き呆れていた。麻子は心ひそかに、私はあなたの映画はどんなものでも見ます。と誓いを立てていたから、風切り日には借金してでも有楽町へ馳せ参じていたのである。じゃあ日本人だったら、麻子。麻子は夢見るようなパーキンスを思う目を、ニヤニヤしている花子と安子の顔に向けた。日本人？言った途端、麻子の胸にノリオの顔が浮かんだが、彼女は慌てて彼のイメージを追っ払った。本当はいないわ。でもそうね。北王子金也がちょっと活かしてるわ。それくらい。安子がふーんと鼻を鳴らして、麻子はすごく目に重点を置くのね。という。そりゃそうよ。目は心の窓。と答えて、麻子はまた、ノリオの思ったるそうなまぶたの奥で、何を考えているのかさっぱりわからない目玉の動くのを思い浮かべた。麻子は夜8時になると勉強に取り掛かって、もう11時になるというのに、予定の問題集のページが少しも片付かないのに愕然とした。一問解いてはノリオの後ろ姿が浮かび、また一つ英作文が進むと、ノリオの、何を飲んでも一緒だもんな、といった声がすぐそばから聞こえてくる。そして一日も早く彼と文学や芸術について、つまり学校の勉強以外のことを話し合える友達になりたい。それにはどうして声をかけたらいいのか思案にくれて、大切な勉強時間はみるみる過ぎてゆく。自分が恋愛戦士と名付けた花子は、あれほどホットだった林田先生をあっさり諦めるや否や、横田実をやすやすファーストボーイにできたのだが、一番の早道は花子からそのテクニックの一つ二つを教示してもらうことである。しかし西村のりおの名前を花子が口にすることは、たとえ全身麻酔をかけられても脳細胞の一箇所だけは口止めのために何としてでも眠らせてはならない、禁じられた行為である。それもそのはず、ノリオは麻子の公開している理想の人からはあまりに遠く、かつ全然無縁ではないかとさえ思える男の子でありすぎた。次の土曜日、午後から各学年の総代を選挙するための意見発表会が大講堂で開かれた。麻子は次期生徒会長に立候補するため、総代には立候補していなかったが、5人の立候補者の一人になっている木島花子のために応援演説を引き受けていた。壇上に上がると、麻子は自分でも不思議なくらい落ち着いて、少し甲高いがよく通る声で話し始めた。聴衆が聞き入っている中でスピーチは終わりに近づき、いよいよ麻子は大いにひねった言葉で演説を結ぼうとしていた。木島花子はその名の通り、2年生のために華々しい活躍をするに違いなく、それは我々2年生にとっては甚だ嬉しいことですし、どうか彼女の鼻息の荒いバイタリティを買ってください。その時後ろの方から、団子花のバイキングをどうぞ、とヤジが飛んだ。行動はひっくり返るばかりの交渉で、そのためでもあるまいが、有力だった花子は学年総代に落選してしまった。麻子は安子と手分けして、キャスティングボードを握ったと思われる、あの忌まわしいヤジの主を目を三角にして探し始めた。できればワンツーパンチでノックアウトしたいし、謝罪文を書かせて学年新聞に掲載させなければならない。くしゅんとしている木島花子のためにも、麻子は草の根を分けても探してみせるぞの意気込みであった。麻子、わかった。あいつよ、あいつ。
安子がスカートを蹴って朝子に近づくと、西村よ、西村のりお、ほらいつか食堂で会ったあいつよ。まあ、とっさに朝子にはそれだけしか言葉が出なかった。のりおは団子花のバイキングをどうぞとやじると、交渉の渦が巻いている行動から一目散に逃げ出していたから、声の主がなかなかわからなかったのである。安子はすぐにでものりおを探してとっちめようと勢い込んだが、朝子はそれには急に躊躇し、安子が帰省をそがれて膨れ面をしている前で不意に笑顔を見せてしまった。ヤジの主の名を聞くや、団子花のバイキングとは実にうまいヤジだと朝子には思えてきたのである。花子の花は強いて分類すれば団子型に入るし、バイタリティをバイキングとは語呂が見事である。朝子はふと初めて食堂で言葉を交わした時、味覚に敏感と言ったのを、のりおが即座に魅力には敏感さと答えたのを思い出した。彼こそ本当のユーモアの持ち主なんだわ。私が友達にするにふさわしい男の子だ。朝子はあの時、彼の答えのユーモラスなことに気がつかず、ケタケタ笑ったことを遅まきながら後悔し、大いに恥じた。どうしたの朝子、怒ってないみたいよ。あらごめん。でもさ、花子には本当に悪いけど、彼女の花は、その…安子も笑い出した。そこで朝子は持ち前の説得力を総動員して、花子はたとえあのヤジがなくとも落選すべくして落選したことを説明し、ついに朝子があのヤジについて、個人的に西村に話がしたい旨を安子に伝えてもらうことの約束を取り付けた。のりおは自分でも、どうしてあんなにタイミングよくヤジが飛び出したのかわからないのだが、以来一躍男の子の間の人気者になってしまった。だから安子が佐伯麻子のメッセージを持ってきた時は、ただもうびっくりして逃げ回っていたが、旧友がそれを聞きつけると、それは巨頭会談だと騒ぎ立て、とうとうその週の土曜日を麻子との会談日に仕立て上げてしまった。朝子はもはやあのヤジのことを話すつもりは全然なかった。ヤジについてはただノリオに尊敬の念を抱くばかりである。一方ノリオの方は、渡辺たちに力づけられて、彼らが教えてくれたいくつかのことわざを暗唱していた。渡辺はノリオの肩を叩いて、佐伯さんがいつもの調子でベラベラ喋ったら、黙って聞いたふりをして、最後にポツンとこのことわざを言ってやれよ。秀才にはその方が効果的だぜ。と励ました。のりおは朝子を天才だと信じていたから、あんなヤジを飛ばして彼女を怒らせたことに深く後悔していたから、平謝りに謝るつもりであった。朝子とのりおは、おかげで図書館の隣の静かな分類室で大っぴらに二人だけになることができた。のりおは最初から朝子に頭ごなしに怒られるのを覚悟して首をうなだれていた。いつも教師に叱られているこの姿勢は板についている。朝子は背の高い彼が手を後ろに組んで唇を尖らせてしおれている様に、ちょっとパーキンスと同じはにかみを感じた。教養がこんなに彼をはにかませるんだわ。同学年とは思えない。素敵。私とても西村君とお話ししたかったわ。朝子には不思議なくらい思っていることがスラスラと言葉になって出た。はあ、どうもこの間は。あら、あのヤジね。どうもすみませんでした。木島さんは落選しちゃったし、申し訳ない。平気よ。私すごく西村君を尊敬しちゃったわ。ほんとあの最後の演説はシラノドベルジュラックの花問題ね。有名な。はあ、私あれを真似たのよ。彼女木島花子でしょ。だから花ずくめで印象付けようとしたの。ねえ西村君、私の思いつきはいいでしょ。のりおは白野が芝居の題名だぐらいは知っているが、内容を知っているはずもなく、ぼんやり聞いているうちに平謝りする気を失ってしまって、かえってうろたえている。そこへ西村くんが団子花と来ちゃったでしょ。本当に白野とクリスチャンの花問題そっくり。すみませんでした。
なんだか知らぬがノリオはペコンと頭を下げた。あら、どうして？私の方こそ恐れ入っちゃった。西村君ってすごくユーモアのセンスがあるのね。ねえ、私と付き合ってくれない？麻子は言ってしまってから軽率ではなかったかとちょっと後悔した。目を伏せた。ノリオは驚きのあまり、一緒に座っているベンチがグラッとするほどの勢いで飛び上がった。その時、廊下を渡辺らが様子をうかがいにブラブラとさりげなく通る姿が見えた。ノリオはちょっと口をもぐもぐさせると、女の舌は女の体の中で一番最後に息を引き取るところであるというな、と恐る恐る言った。まあ、麻子もパッと立った。ノリオはその勢いにハッとして麻子を見た。視線が合うと麻子はパッチリはしていないが、まるでいぶし銀のように鈍い高貴な光を放っているノリオの目から目を離すことができなかった。ノリオも初めて佐伯麻子をしっかりと見ることができたが、ふと必死で覚えたことわざの一つ、女性は愛するかさもなければ憎む、かの女は中庸を知らぬ、ということわざをつぶやいてしまった。そしてひどく恥ずかしくなって、麻子が笑い出す前にこの場を逃げ出したくなった。僕すみません、本当につい、と肩をすくめ、酸っぱいものでも食べたように顔中をしかめた。麻子が目を優しさと尊敬で潤ませながら、ふっとため息をついた。ねえ西村君、お願いだからここへ座って。麻子の声に甘えがあった。ノリオはついふらふらとまたベンチに腰を下ろした。私の家は霞ヶ丘の駅を降りてここをちょっと入ったあたりよ。西村君は？麻子は自宅の地図と住所と電話番号を教えた。そうしてふと先頃の花子の誕生日の贈り物を思い出していった。私は4月生まれよ、11日。西村君は？ああ、僕は2月15日だけど。麻子が目をじっと見据えて問いかけるのに、ノリオはふらふらと答えてしまった。そう、プレゼントするわね、西村くん。ノリオは手帳を破って自宅の地図を書きながら、やっと少しずつ自分を取り戻した。天才でも男の子にプレゼントするのかな。僕もプレゼントしなくちゃいけないな。変なものあげたら笑われるだろうし。ノリオは天才の麻子にふさわしいプレゼントを考えるだけで憂鬱になった。私お家に遊びに行くわ、いいでしょ。私ね、西村君とお芝居や芸術についてお話ししたいわ。みんな受験勉強の怪獣みたいで、こんな話ダメなのよ。よかったわ、私。知っているでしょ、僕勉強の方全然弱くて。麻子は畳みかけるように言った。あら、西村君と勉強のことなんか話すつもりないの？西村君のユーモアのセンスが羨ましいし、尊敬してるし。つまり私考えるんだけど、教育と教養は別っていうのは、西村君のような人のことなのよね。ノリオはこの調子で麻子が家へ来て、漫画の本や男性週刊誌、イカレポンチだとか M プラス W が部屋に転がっているのを見たら、一体どう言うだろうと思った。するとさては自分は麻子にからかわれているのではないかと、急にこんなところにいるのが恥ずかしくなった。じゃあどうも、と慌てて立ち上がって歩きかけると、麻子が、待って西村君、と追いすがってきてぽつりと、私が嫌いなの？と言って見上げたが、嘘とは思えないその真摯な表情に込められた思いを振り切って、ノリオは渡辺たちの待っているのも避けて学校を飛び出した。麻子はひたすら自分の喋りすぎが彼の気に触ったのだと思い込んで、その時生まれて初めて誤りの言葉を書き出しにした
愛情のこもった手紙を彼に書いた。彼の誕生日がひたすら待たれた。本は恐ろしくて送れない。ノリオのあの物知りと感慨深い人柄の前には自分の送る本はないと思った。朝子は3学期に入ってからは彼の誕生日が近づくことでウキウキする一方、勉強にも素晴らしく力が入って、この分なら2年生の終わりは、あるいは3番に上がれるかもしれないと密かに期待できるほどである。それに引き換えノリオは何度か朝子から手紙をもらってはただ戸惑うばかりで、会うたびに僕は本当の劣等生ですとはっきり断言していた。もうノリオにはことわざの蓄えの底もつき、もはやこれまでと観念して朝子の誘いに応じているだけであった。実際ただいたずらにノリオは黙りこくって朝子のおしゃべりを聞いているのであるが、朝子の方ではこれこそ黄金の沈黙であると解釈しているのである。学期末試験の終わったある日、花子と安子に、パーキンスの映画が来てるわよ朝子と言われて、朝子はびっくりした。今や頭の中はノリオでいっぱいなので全然知らなかったのである。3人は連れ立って有楽町に出かけた。喫茶店に入ると安子が、朝子、その後西村君はどうしたの？と聞いて朝子をドキッとさせた。別に、家の近くで会ったけどすごい無口よ彼。悩んでるのよあいつ、いい気味だけど。と花子があいつ呼ばわりした。朝子はさては自分とのことがと胸がドキドキし始めた。何を悩んでるの？例のヤジは許してやったのに。じゃないわよ、ここよ。と安子が自分の頭を人差し指でちょんちょんついた。え？あいつのここは極めつけの劣等なの。今年度は留年確実、つまり落第、きっと転校するわよ。朝子はケーキのクリームをポタリと膝に落とした。目の前が真っ暗になった。なぜ？西村君、あんたそんなにアホだって？でも私の目に狂いはないわ。あんたはユーモアの天才よ。天才って認められないものなのよ。朝子が手をわなわな震わせてスカートからクリームをこすり取っている前で、二人は変わる変わる。私にもやっとなぜ朝子がパーキンスに憧れるかが分かってきたわ。生かしてるな彼。朝子は案外パーキンスのように黙っている男の子が好きよね。そこにセックスアピールがあるんじゃない？二人は顔を見合わせてペロッと舌を出した。朝子はセックスアピールという言葉に、やっと拾い上げたクリームをまたペタリとスカートの上に落としてしまった。